東京五輪テニス25日有明テニスの森公園。女子シングルスで金メダルを狙う大坂なおみ、日清食品が1回戦で経済祭中国に勝利した。第1セットを 6-1 で制して勢いに乗った。1回戦は当初24日のセンターコート第1試合に組まれていた。しかし23日夜の開会式で聖火リレー最終走者を務めるため急遽キャンセルになっていた。